寿司三昧 YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日一番です。今日はね、ローソンから唐揚げくんの新商品が出たんですよ。ドラゴンクエストコラボレーション唐揚げくん会心の一撃味。私ドラクエやったことないから。どうしてこんなに関係のないクロールとバタフライをしてるのに何も突っ込まないの？ダイエットかなと思って。いやおかしいだろ。随分ダイエットするな。おかしい。ずっとこうやってやってるのおかしいだろ。ちょい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 って言ってよ。というわけでこれ普通の唐揚げくんじゃないんですよ、うん、コラボなんですけども、しかもこれデカ唐揚げくんなんですよ。本当だ、ちょっと大きいね。いつもより大きい。いただきます。あ、これいや、それはもちろん、レイカもこれ食べたら多分同じ反応になりますよ。なに、これ食べたら？レイカも食べたらなるよ。くれ！いや、俺の方見るなよ。つまり、会心の一撃っていうのはこの味が俺の中でクリティカルヒットしたから爆、ズバババババってこと、わかった？わかった、桃太郎伝説みたいな感じでしょ。練習してるチャレ、俺あげないよ。これあれだね、お米食える。はい、お米。どうした？1個減ってる。どうしたの？さっき3粒だったのに1個減ってる。食べたでしょ？食べてない。俺的にこれで1、2、3で3粒で全部クリアだったのに。ここにもまだあるじゃん。これは今日の俺の夜ご飯。違うでしょ。もうダメ、チャレ食べたら。ああ。いやこれさ、このままでもうまいんだけど、うん、よりおかずに近づけるために、うん、ちょい醤油かなと。いただきます。いける。おいしい。醤油なし。うん、これは多分お米が欲しくなる人がいるはず。今回の唐揚げくんは、きょうちゃん的に何点ですか？これは、うん、すごく高いと思います。4点何点中？62点中。そこそこ低いな。嘘だよ。何点って言われると難しいよね。10点満点中7点くらいかな。いや、全然美味しい。だけどなんか、まだなんかあるんじゃねえかなっていう感じがする、うん、やっぱうま塩っていうだけあって、旨味、うん、マヨネーズつけたらいいんじゃない？うん、ねえ、腹立つ。きょうちゃんマヨネーズつけてって言われて腹立つ。ねえ、あ、持ってこいよ。この家にマヨネーズがあるとでも思ってんのか？あるわけないだろ。ちょうどありました、ちょびっとだけど。どうぞマヨネーズ。え、なにこれ、怖い。うわ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 。はい。いや、いらない。やばいやばいやばい。スライムっぽくのっけた。やばい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 。ほら、やだやだやだ。持ってこいって言ったのてめえだろうよ。いやだ、はい、いやだ、やだやだやだ。あ、勝手に食ってこいつ頭おかしい。うんじゃないよ、ほんと。食わせようとする言い方だ。よくないです、それは。はい、というわけでありがとうございました。バーイ。せーの。俺がマヨネーズを食うってことは、もうそれなりのマヨネーズをラインナップを出してくださいよ。こんな家にあるポンっていうマヨネーズじゃなくて、そういういろんな種類のマヨネーズがあればいいの？もう望むところだよ。そんな企画があるんだったらやってみたいね。いいよ、じゃあいろんな種類のマヨネーズ集めてやる。